ホッキ貝を使ってお刺身を作ろうと思います。ちょっとここをまず外します。そしたらそのまま貝をぐるっと反転させて、はい、おはようございます、ムタロウです。本日はですね、ホッキ貝を使って、ね、剥いてですね、お刺身を作ろうと思います。でお刺身の作り方が分かると思いますので、ぜひね、動画の最後までご覧ください。はい、それではね、こちらのホッキ貝は、北海道のムカワ、ね、シシャモで有名なムカワのホッキ貝、まあ、茶色いホッキ貝、茶ホッキなんて言われますけど、ホッキ貝でございます。お刺身にするとね、すごく美味しいんで。はい、じゃあまずね、ホッキ貝ね、開けていくんですが、貝柱があるのは、こことここですね。こことここに、2箇所あります。この貝柱をまず外していきます。で、貝を、こちらに蝶子貝があります。でこことここに貝柱がありますんで、貝むきのナイフをまずここに向かってね、ここに向かってこの丸みに沿って入れていきます。わかるかな、こういう感じで。そうするとここの貝柱が外れますよね。そしたらそのまま貝をぐるっと反転させて、で貝むきを下に持ってきます。下に持ってきたら今度ここに貝柱がありますんで、この貝柱を切ってあげる。こういう感じ。外も手で開けますんで、手で開きます。で、こんな状態です。そうすると、ここにね、貝柱がついてるの分かりますよね。こことここ。要は、ここと、ここです。ここと、ここ。こことここをまず外します。で、外しましたら、こことここをまたついてますんで、このね、紐をちょっと上に上げてあげて、上に上げまして、この貝柱を断ち切ります。で逆側も切ってあげます。そうすると身が貝から外れます。こんな感じ、ね、ここです。はい、で身と貝が外れました。はい、そうしましたらここに水管があります。水管と紐がくっついてます。水管と紐と貝ですねを分けます。こんな形 で引っ張ってあげるとこんな形で、この貝柱、小柱って言いますけど、小柱と1個、2個。はい、そうしましたら水管と紐がくっついていて、ここにね、ウロがついてますんで、このウロをね、外してあげます。はい、そうすると紐と小柱と貝に分かれます。で、こちらの風呂を忘れてしまいます。で、ここに分かるかな、膜みたいに汚れがついてますんで、この膜をね、切ってあげます。こんな形で汚れがね、ついてますんで、これを外してあげます。まあ、今からね、塩もみしますんで、 大方の部分だけこう取ってあげると綺麗になります。はい、で、大きい貝をね、半分に割っていきます。でここに緩衝体という、ね、二枚貝には入ってるんですけど、消化を助ける、ね、管みたいなのが入ってます。これはね、食べても別に無害なんですけど、ね、今回は外してしまいます。はい、でね、中身のね、内臓、この黒いところは取っていきます。こんな感じですね、軽く取ってあげてください。でこちらの紐と身と小柱を軽く塩もみしていきます。はい、ではね、塩もみしてまいります。でさっきのね、紐についてた汚れとかをこの時に一緒に取っていきます。はい、で水洗いします。はい、そうしましたらね、水洗いしていきます。はい、それではホッキ貝をね、茹でて一白お湯に入れてちょっとね、色を出していきます。ちょっとね、赤くなりましたよね。もうすぐに氷に溶けます。はい、じゃあね、ホッキ貝ね、色もね、ちょっとね、綺麗に出ましたよね。ホッキ貝をちょっとね、締めてから刺身に切っていきます。はい、それではね、お刺身に切っていきます。では、ホッキ貝のお刺身の完成です。はい、ということでね、今日はね、ホッキ貝のお刺身の作り方をご紹介でした。ナイス。